鈴木恵美子さんという方の歌なんですけれども、この方はアンジェラ・アキさんがすごく大好きで、その憧れの方に作詞作曲をしてもらったというカナリアの歌という曲を読ませていただきます。こちらもとっても胸にしみる素敵な曲でございます。ではお聴きください。この詩の通りだから私は今生きているよということで、今日は本当に幸せな嬉しい気持ちを込めて読ませていただきます。人生の扉。春がまた来るたび、一つ年を重ね、目に映る景色も少しずつ変わるよ。陽気にはしゃいでた幼い日は遠く、気がつけば磯路を越えた私がいる。信じられない速さで時は過ぎ去ると知ってしまったら、どんな小さなことも覚えていたいと心が言ったよ。
私は言う。二十歳になるのは楽しい。あなたは言う。三十歳になるのは素晴らしい。そしてみんなは言う。40歳になるのは素敵。でも50歳になるのもいいなって感じてる。満開の桜や色づく山のもみじをこの先一体何度見ることができるだろう。一つ一つ人生の扉を開けては感じる重さを一人一人愛する人たちのために生きていきたいよ。私は言う。60歳になるのもいいんじゃない？あなたは言う。70歳になるのも悪くはない。そしてみんなは言う。80歳だってまだまだ大丈夫。でも私は90歳過ぎまで生きるかも。君のデニムの青が馳せてゆくほど味わいますように。長い旅路の果てに輝く何かが誰にでもあるさ。私は言う。弱っていくのは悲しい。あなたは言う。老いていくのはつらい。そしてみんなは言う。人生に意味はない。でも私は信じてる。生きていることに価値があると。でも私は信じてる。生きている。そのことに。